私たち阿蘇市生活改善推進員協議会阿蘇支部です。今日の献立は里芋とかぼちゃのひこずりをいたします。教えてくださるのは西村さんです。よろしくお願いします。お願いします。そして今月の器はこちらです。阿蘇市乙姫にあります東坊楽さんの器を貸していただきました。東坊楽さんのご案内は番組の最後に載せておりますので、どうぞご覧ください。では西村さん、はい、今日は里芋とかぼちゃのひこずり、はい、ひこずり、あの熊本のね、はい、郷土料理の一つになるんですか ね、 ね、これは、お味噌でこう和えるの、はい、あのタケノコのひこずりとかね、よく ありますね、春の時期は聞きますけど、一番多いのがナスビがひこずりね、 ありますね。ナスビとニガウリとかがですね。で今日はこのお味噌のお料理ということで、はいはい、お味噌は食会さんで作りました。じゃあもうあの健康にも配慮した、そうです、いいお味噌、そうです、塩分控えめのですね、はい、じゃあ楽しみに作っていきましょう。まずは何から、はい、里芋の皮を剥きます。はい、里芋これから取る、そうです ね、 ね、今が旬ですよ ね、 ね、うん、まだちょっと早いんじゃないかな、うん、そうはね、これから冬にかけて、うん、あの旬になる、そうですね、それからかぼちゃを切りましょうかね。はい、かぼちゃ、はい、もう一口大というか煮物のそうですねサイズに切っていきます。で最初に油を入れます。はい、ひき肉を炒めて、豚肉の香ばしい匂いが、ああそうですか、はい、してきました。かぼちゃ、かぼちゃ、はい、はい、もう入れたらですね、昆布だしを入れて、うん、だし汁を入れて、はい、こちら、うん、はい、もうあんまり混ぜない方がかぼちゃもですね、うんうん、崩れなくていいかと思います。はい、昆布だしのだし汁が入りました。はい、でこれからね、少しずつも寒くなると、ね、やっぱりあったかいこういった煮物が食卓に並ぶとね、いいですね。あ、石村さんのご自宅の里芋なんですか。でいろいろ作ってらっしゃいますよね、紹介の皆さんね。さすがやっぱり自分の、ね、口に入るもの、家族の、そうでですね、うん、なってますから、うん、あ、火が通ってます。はい、よし、ちょっとお砂糖を入れます。はい、はい、ちょっと一回混ぜたらいいかな、なじませるように。そうですね、お味噌も入れましょうかも。食会さん特製のお味噌が、はい、でじゃあもう仕上げ、はい、もう仕上げになります。仕上げに太くなりっけんですね。わかります、わかります、うん、あ、いい香りですね、お味噌のもう香ばしいというかお出汁のいい香りもします。はい、色が悪いので、うん、ちょっとトッピングします。あ、また一段と表情が、はい、里芋とかぼちゃのひこずり完成です。いただきます。いただきます。優しい味ですね、ひこずり、おいしい、おいしい、地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市乙姫にある東坊楽さんの器を使用しています。楽さんでは色のついた土を使い、
ガス釜と薪釜を使って焼いており、普段使いの食器や牡蠣などの製作販売をしています。